本日は美味しくて何度も作りたくなるアボカドの力作レシピを5品作っていく。美容や健康にも良くてついついリピートしたくなるアボカドレシピたち。いつものキッチンから飛び出してメキシコ産のアボカドを満喫しまくるから本編に乞うご期待。アボカドといえばやはりメキシコ。今日のもアボカドフロームメキシコ。これで朝から作ってみたいのがしっとり濃厚パンケーキ。食べ頃のアボカドは皮の色が黒っぽく、手のひらで軽く握ってみると柔らかい食感になってる。あとヘタと実の間に隙間ができているんだとか。これで今日からアボカド名人。アボカドで作るお料理は間違いなく美味しい。そしてそのアボカドがメキシコ産のものだといよいよ間違いない。丸々と大きくて味が格別なのです。このままお塩やお醤油にかけて、もしくはシンプルにサラダやトーストにのせてと行きたいとこだけど、今日は贅沢にパンケーキの材料に。普段のパンケーキにはないしっとり濃厚な味わいが楽しめるんだとか。低糖質のアボカド一緒に取り入れることで糖分の吸収を緩やかにしてくれる。泡立て器でペースト状に潰したら卵と豆乳。ソイのパンケーキなら少ない脂質でタンパク質もしっかり取れる。見た目からは想像できないけど、実はアボカドのほとんどが水分でできている。暑い季節に大切な水分補給。飲み物からだけだとついつい不足しちゃうっていう時は食べ物からも。特に朝は積極的に取りたいところ。ホットケーキミックス入れてからはさっくり混ぜる。一日に取った方がいいと言われている食物繊維の量をアボカドが結構補ってくれる。食物繊維の中でも水溶性食物繊維が豊富で、これが腸内環境を良くしてくれる。大きめのフライパンに火をかけますと、パンケーキ生地を2枚いっぺんに焼いていくという横着をしていくのでございますが、アボカドのねっとり感のおかげか、ボトッと安定する着地を見せた。これはナイスアシスト。しっかり火が通るか心配って時は蓋すれば大体解決。育ちのいいパンケーキは弱めの火でじっくり焼かれたパンケーキです。慎重にひっくり返したら期待を裏切らない美味しそうな焼き色。素材由来の緑でできたふわふわ生地、これに一段と心ときめくのです。アボカドが野菜なのか果物なのかという議論について、ここで決着をつけると、というか知らない人のために、実はアボカドは果物です。ただアボカドさん自身の適応能力高すぎて、デザートだけでは飽き足らず、お料理の方でもそのポテンシャルを発揮し、お料理と言いましても用に限らず和からアジアまで手広くやられてます。そんでもって今朝のパンケーキはシロップがけで甘ったるーくいただいてもいいし、カリカリベーコンで甘じょっぱーくいただいても結構。ただ美味しさの鉄則としましては、フレッシュなアボカドも一緒に添えていただくことです。それではアボーゴちゃんと一緒にいただきます。お目目クリクリでパーリーなアボーゴちゃん、実はメキシコ産アボカド親善大使という誇り高き衣装を持っている。アボーゴちゃんのツイッターでは毎日アボカドのことがつぶやかれていて、ためになる知識や真似したくなるレシピがたくさん。私も負けてられないわ。そんなことを言いながら待ちきれず一口。しっとりという言葉がぴったりの舌触り。なんというかチーズケーキを食べてるみたいにとろける。この濃厚でリッチな仕上がりはアボカドのお力添えのおかげか。このパンケーキのレシピに出会えてラッキー。それにしてもアボカドさん、たまにはデザートの方にも顔出してよね。お昼はアボカドを使った力作リゾット。食物繊維やタンパク質が取れて栄養価高い優れもの。パカッと開けて緑の断面図にほっこり。ここでしておきたいのがアボカドの脂質の話。アボカドには良質な脂質がたっぷり。
不飽和脂肪酸といってコレステロールを適正に保ち生活習慣病を予防してくれる希少で良質な脂質が含まれている。他にもビタミン E や抗酸化物質が含まれているから食べることで美肌効果が期待できる。巷では食べる美容液と呼ばれていて、これは食いしん坊にとっては好都合。一人前だと一気にアボカド丸ごと使えなくて半分は変色しちゃったみたいなことがよくある。それをレモン果汁かけて解決、綺麗な緑色がキープ。アボカドと組み合わせるのが鶏胸肉、低カロリーでタンパク質も取れるから最強のパートナーかも。お隣にはアボーゴちゃん。アボカドレシピ先輩に見られてやや緊張するけど、このリゾットなら胸を張ってご紹介できる。フライパンを火にかけてリゾットに仕上げていきましょうか。あっさりとした味わいにしっかりとした旨味がある鶏胸肉。焼きすぎはパサパサ硬くなる原因。弱めの火を保ってじっくり優しく焼いていくこと。事前に炊いておいた玄米ご飯、食物繊維やビタミンが多く含まれてる。白ご飯食べる時より消化が難しいから、今日みたいに柔らかくリゾットにするのはちょうどいいかも。あらかじめ切っておいたアボカドは温めながら崩してトロトロにする。豆乳入れてマイルドな風味のリゾット、疲労回復にも良さそう。コンソメ粉末と粉チーズで味整えて、物足りなかったらお塩も少々。ここでも弱火を保つのがアボカドを美味しく加熱するコツ。残り2分の1のアボカドで食後のデザート作り。魚焼き器かトースターで表面焼き色つくまで焼いていく。絞ったレモンプラスしたら爽やかなリゾット。水分なくなっちゃわないうちに盛り付けます。仕上げにパルメザンチーズと胡椒、そしてすりおろしたレモンの皮。今日デザートとしていただくのがアボカドアイス。焼いたアボカドにアイスクリームを添えたもの。この組み合わせ合うんですか、本当なんですかと目を疑っちゃうけど、クリーミーでまろやかなアボカドに甘いバニラアイスがマッチする。そこに追い風吹くように和テイストのトッピング、きな粉とくるみ、黒蜜かけたらコクのある味わいに。こんがりアボカドに溶けたアイスが滴る。アイスが溶けないうちにいただきます。レモンの爽やかな香りとアボカドのほっこりとした香りが混ざっていい感じ。とろりとお口の中でとろけて濃厚なリゾット、ごろっと鶏肉で食べ応えもある。カップアイスのようにアボカドはクイッとすくえる。ひんやり冷たいアイスにねっとりとしたアボカド、新感覚かつ期待を上回る美味しさ。最後は晩ご飯で締めくくる。最近気になる人がいて、その人もアボカド好きだったら、アボカドディナーにご招待しよう。そんな時にとっておきたいレシピは、火を使わずラフに作れるのに、間違いなく美味しくてインパクト大なポキ丼。醤油漬けしたシーフードをご飯に乗せたハワイの人気料理。これを私好みにオーダーメイド。まずカスタマイズしたいのがスパイシーツナ。豆板醤とラー油のピリ辛感と、とびっこのプチプチ感をプラスした進化系ツナマヨ。アボカドやご飯との相性は言わずもがな。おにぎりやトースト、パスタにも大重宝。メインシーフードにはサーモン。とろっととろける美味しさ、さらに低糖質。今日はごろっと角切りに。アボカドと魚介の相性も抜群。それをつなぎ止めるのがお醤油。隠し味に柚子胡椒。生魚特有の匂いが気になる時にももってこい。
まろやかでクリーミーなアボカドがピリッと辛い柚子胡椒といいバランス保ってくれる。あとカスタマイズしたいのが彩り野菜のラペ。手に入りやすい人参の千切りと玉ねぎの薄切り、そしてあると嬉しい紫キャベツ。レモン、オリーブオイル、塩コショウでシンプルに和える。隙間時間に作っておきたいのがワカモレ、アボカドディップとも言われている。メキシコで言うと日本で言う味噌汁的存在。ボウルにアボカドを入れて食感残るくらいにフォークで潰す。そこにライム果汁。メキシコでは日常食のワカモレは世界各地で様々なローカライズがされていて、日本ではお醤油やわさび仕立てにしたり、フランスではエシャロットを添えたりする。今日は安定のトマトとパクチー。塩加減で味が決まるから味見しながら調整しよう。食べやすくて栄養満点。そのまま食べても実に美味しい。バケットに乗せて食べるのもよし。今日はトルティーヤチップスと一緒に。最後にポキ丼の方も仕上げていきましょう。それでは早速いただきます。まずはポキ丼のスパイシーツナから。ゴロッとアボカドもたっぷり添えて。ピリッと辛いスパイシーツナとクリーミーなアボカド、ナイスマッチ。サーモンもパクリ、とろっととろけてこりゃいい。お醤油と柚子胡椒もいいアクセント。将来はハワイかメキシコでポキ丼店でもするか。ワカモレはゆっくり食べれるからトークや映画のお供にどうぞ。そんなこんなでメキシコ産のアボカドを大満喫した一日でした。本日美味しくいただいたアボカドフロムメキシコととっておきのアボカドレシピが知りたい人は概要欄をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。